混ぜ込んでいくんですね。冷凍ご飯とかでも美味しくできますから。ごぼうの香りもすごく効いてるんでね、ごぼう入れてくださいこれね。はい、どうも、料理の皆さん、リュウジです。はい、ということでね、さっきまでテレビの撮影してました。テレビだと、もう本当お酒飲めないのでそんな状況なんですけども、今回はですね、シラフで作るっていうの何かって言ったら至高のレシピですよね。今回作るのは至高の鶏飯です。大分でね、食べられるものなんですけども、ごぼうと鶏肉炒めてご飯に混ぜ込むっていうやつなんですけども、鶏飯の作り方って大体が釜にこう2合ぐらいのご飯炊いてそこに鶏ぶち込むみたいな感じなんですよ。一人暮らしの人は何回も食べなきゃいけないじゃないですか。なので今回は最高にうまい鶏飯を1人前だけ作ります。で、この作り方っていうのは2人前でも3人前でもできるようなやり方なので、すごい参考になりますんで、なので、今回はその鶏飯の作り方をやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。はい、それではですね、材料説明に行きたいと思います。まずですね、鶏もも肉たっぷり、使います。 120g です。もも肉がおすすめです。胸肉でもできなくはないんですけども、もも肉の方がジューシーな仕上がりにはなります。はい、ごぼうが 50g、 これね、泥付きのごぼうも洗ってあります。ニンニクですね、ニンニク1かけ分も使わないんですけども、半かけ分ぐらい使います。できれば生のものを用意してください。これおろして使います。ご飯 200g、 これ僕いつも砂糖のご飯使ってるんで、砂糖のご飯でもめちゃめちゃうまい鶏飯作れるこの分量で1人前。これね、材料倍にすれば2人前、3倍にすれば3人前作れるようなやり方なんで、この作り方さえ覚えておけば大体カバーできます。はい、早速作っていただいて、ご自慢ましょう。はい、じゃあ、まずやっていきたいんですけども、 YouTuber さん全てに言えると思うんですけども、 YouTube を撮る上で何が必要か、何を一番気をつけなきゃいけないか、やはりストレスをなくすことだと思うんですよね。ストレスをフリーにしていかないと至高の料理ができないと思いまして、皆さんにお伝えする画期的なストレスをなくす方法を一緒にやっていきたいと思います。はい、はい、1半ぐらいね、お迎えが来ましたね。今日もお疲れ様でございます。はい、うまっ、料理をやっていきたいと思います。じゃあごぼう切っていきます。これでちょっとね、終わりの部分がちょっと黒かったんで、ここだけちょっと切り落とします。こうやってるとね、ささがきになるんですが、これね、難しいじゃないですか。僕の、ごぼうの切り方、これは斜め切り、斜めに薄切りします。こうやってささがきしなくても大丈夫なやり方ですね、これね。これ覚えておくといいですか。一列に、ね、こう並べていくんですよ。こうやって横一列並べたら、こっから千切りにしていく。めちゃめちゃ細く切れます。薄くね、千切りしていくと、これがね、鶏飯にすごく合うんですよ。ごぼうなんですけども、できればね、泥付きのものの方が結構ね、劣化がね、進まないんで、新鮮なんで美味しいです。こんな感じでね、ささがきではないんですけども、ちゃんと切れてます。ニンニクは後ですりおろすので、皮だけ剥いておいてください。鶏もも肉なんで、これ 120g なんですけども、まずね、皮剥いじゃん、細かく切っちゃいます。はい、細か切りにします。まあ、角切りみたいな感じ、大体です。これね、後で炒めますんでね、これ取っときますよね。もも肉の方ですね。で、これを切ってって、鶏肉は小さい角にしていただいた方が、ご飯を食べた時に口に運ばれやすいので、ちっちゃめに切りましょう。 1,2 センチ角ぐらい。はい、こんな感じでね。はい、それではですね、フライパン用意しました。こちらに油をね、大体小さじ1ぐらい、はい、油だまりを作って、鶏の皮ですね、これでね、油を出していきます。中火ぐらいでいいかな。油をね、ちょっと入れることによって、よりね、油が出やすくなるんですよ。これ油を出すためには油を使うっていうやり方になりますね。油をね、出してちょっとカリッとさせていきます。こんな感じの、わかります、こんな感じの、ちょっと鶏皮せんべいっぽくなりますよね。これはね、これで OK なんですよ。こうなったら肉を入れて炒めます。切りましたんで、すぐ火は通るはずです。ごぼうの千切りをここに入れていきます。肉に火が通ったらですね、そんなこんなです、このうちにご飯温めましょう。はい、あったかいご飯入れます。で、ごぼうもね、さっと油を絡ませたいんで、炒めます。ごぼうね、ちょっとしなっとするまで炒めていきます。こんな感じでね、細いからすぐね、炒まるんですよ。弱めていただいて、お醤油が小さじ4ですね、大さじ1と小さじ1入れていきます。はい、白だしがね、小さじ1杯、はい、
白だしを入れることによってね、だしの味がついてね、あの旨味が加わるんで美味しくなります。お酒ね、大さじ1、これ香り付けです。はい、お砂糖は小さじ2と半分です。小さじ1、2、ちょっとね、甘辛くしたいんで、お砂糖はちょこっと入れます。半かけ分、はい、入れます。おろしにんにくがポイントです。これがね、香ばしくなってめちゃめちゃ美味しいんですよ。そして炒めます。汁気がね、結構なくなってくるまで炒めちゃって大丈夫です。この香りですよ、香り。もう何杯でも飲める。鶏飯っていうのは、これをですね、炊飯器に入れて混ぜ込むんですよ。なんですけど、フライパン側に入れた方が洗い物が少ないですよね。冷凍してあるご飯とか、こういうパックご飯とか、もうここに入れてください。ここに、この状態では火止めちゃっていいです。ご飯温かかったら混ぜ込んでいくんですね。いっぱい作りたいなと思ったら、もうちょっと大きいフライパンで3倍作ってもらえばいいだけの話なんで、こうするとね、あの冷凍ご飯とかでも美味しくできますから。これで完成ですよ、皆さん。超簡単でしょ。でもね、味めっちゃ至高ですから。じゃあね、盛り付け、いきたいと思います。茶碗にね、持っていきます。ごぼうの香りもすごく効いてるんでね、ごぼう入れてください。これね、キノコ類とかですね、入れていただいてもすごく合います。青のネギをパラリと、めちゃめちゃうまそうでしょ。至高の鶏飯の完成です。それではですね、食べていきたいと思うんですけども、なんと今日はですね、ゲストに来ていただきました、菅沢小雪さんです。お邪魔しまーす。こんにちは。こんにちは。リュウジのお兄さんのいとこの小雪です。はいはい、ゴリゴリの肉親です。はい、はい、僕もお酒大好きなんですけども、僕のいとこの小雪も、まあ、ちょっと羊かわかんないんですけど、すっごい飲むんですよね。業務用？業務用です。あ、そう、業務用です。乾杯。乾杯。乾杯。実家ですね、これね。美味しいで、鶏飯ですよ。まずはそのまま召し上がってください。そのまま、はい、いただきまーす。はい、YouTuber みたいなことしちゃった。うん、いや、 YouTube やってるじゃん、一応。うん、おいしい。じゃあ、いただきます。ごぼうだね、これ。うん、飲めるね。うん、うん、おばあちゃんとかが出してきたらさ、うん、絶対炊き込んでると思うよ。あ、うん、炊き込んだようなぐらい味がついてるでしょ。うん、俺のおすすめなんだけど、うわー、割る。行かせていただきます。そうそうそう、おいしいね。めちゃめちゃ、うん、おいしい。うん、うん、うん、これは山椒だわ、家族が来てるから。いとこってさ、振れ幅あるじゃん。子供の時はうち住んでたし、なんなら、うん、住んでた、住んでた。未だに喧嘩するし。私の YouTube で全部言ってやる。小雪に来ていただきました。小雪はね、舞台とかもやってるからね、はい、演技の方で、頑張ってますので、 YouTube と Twitter 概要欄に載せておきますので、ぜひですね、チェックとフォローの方お願いします。お願いします。お願いします。全然、めちゃめちゃ最近、めちゃめちゃってすごい言うよね、これね。動画 見返してたらさ、動画見返してると、本当あの酔っ払い腹立つよね、本当ね。自分で見てても、何言ってんだこいつっていう、本当に誰だ。